皆さんこんにちは、泊まり志保です。前回動画を上げさせていただいて第2弾なっております。前回の動画を見てない方は先にそちらを見ていただきたいんですけど、セカンドキャリアについてお話しさせていただきました。少しでも誰かの役に立てる動画になってたら嬉しいなって思っています。 で今じゃあ何してるんですかっていう話ですよね。私の仕事は主に4つやらせていただいていて、大きく占めるのは、まあ、インスタグラムをね見てくださっている方はもう知ってると思うんですけど、日本サッカー協会がやっている社会貢献活動、 JFA 心のプロジェクトという活動のプロジェクトメンバーとして動いています。何をしているプロジェクトなのかっていうと、全国の小学校5年生と中学校2年生に向けて夢の授業っていうのをやるものとなっています。まあ、内容としてはできるだけ多くの子どもたちに夢を持つことの素晴らしさだったりとか、それに向かって努力することの大切さっていうのを伝えるための活動ですね。まあ、まずこれをやるきっかけになったのは、まあ、そもそも現役のうちから夢先生いいなって、ああいうことやってみたいなっていうのがあったんですね。まあ、前回の動画でもお話ししたように、人の人生に関わりたいなっていうのがやっぱサッカーやめてからも自分の中にはあるなって思ったので、まあ、夢先生ってその一つなんじゃないかなっていうので、新たなチャレンジとして夢先生をやらせていただきました。でまだコロナ禍だったのでオンラインで登壇させていただいたんですけど、最初は1回目登壇させてもらって、数日後とかによかったらアシスタントっていう仕事もあって、アシスタントやってみませんかっていう声をかけていただいてやらせていただく運びになったんですけど、その夢の授業っていうのは3人体制でやってるんですね。授業とかそれまでの段取りをしてくださるディレクターさんと、私が今やらせてもらってるアシスタントっていう夢先生のサポートだったり、ゲームの時間と教室でのお話の時間があるんですけど、ゲームの時間の進行だったりとかっていうのがアシスタントがやっていて、で夢先生はゲーム一緒に子供たちとやってもらって授業でお話をしていただくっていう構成になっています。ほぼ毎日ね、子供と関わりながら、そしていろんなアスリートのことだったり、夢先生はアスリートじゃない方とかもいるので、その人たちの、まあ、人生の紆余曲折みたいなお話を聞かせてもらって、私自身もすごく勉強させてもらっています。まあ、さっきも言ったみたいに、まあ、人の人生に何か関われる仕事がしたいなっていうので、今毎日ねそれをさせてもらっていて勉強させてもらっています。それがまず一つで、2つ目はスターバックスコーヒーで働いています。はい、バイトなんですけど、まあ、ずっとカフェで働いてみたいなっていうのはあって、で現役の頃からこうやって動画編集したりとか、まあ、ちょっと本読んだりとかするのにめっちゃスタバを使ってたんですね。まあ、まず名古屋から東京に出てくるっていうタイミングで何か働かなきゃって思って、まあとあるカフェに応募したんですね。でそしたら、まあ、面接もしてもらえず落とされちゃったんですよ。なんかもうそれが結構トラウマになっちゃってて、私の中で、あ、なんかなんだろうな、まず結構勇気を振り絞って応募しました。なんかこの年齢でバイトってどうなんだろうとか、なんかそこがすごいブロックだったんですね。ちょっとこの話はまた詳しく話したいと思うんですけど、でもまあスタバでまたやってみようって思える機会が来たので調べてみたら、オープニングスタッフっていうのが出てて、でなんか難しいって聞くじゃないですか、スタバで働くのって結構倍率高いみたいな。そうだからもう無理かなと思ってたけど、見事合格ということで、はい、今楽しく働いています。まあ、週に 2,3 回なんですけど、なんかやっぱ、まあ、サッカーじゃない人たちと関わったりとか、スタバの店員さんってなんか独特な感じあるじゃないですか。あれがかっこいいなっていうのもあったから、なんかもうそれになりきった感じで、やっぱね、なんだろう、働いてるとなんかもう1オクターブ声も高くなるし、なんか背筋も伸びるし、歩き方がもう変わる感じがするめっちゃキモいんだけど、バイトの子たちはもうみんな学生の子たちばっかりだから、
もう若い子たちの中で頑張らせてもらっています。なんかそれを本当に自分がやりたいと思ってたことを今やれてるっていう状態なので、ありがたいなと思いながら、もう趣味の領域でやらせてもらってますね。で、3つ目は本当に自分がこれから生業にしていきたいなって思ってるものなんですけど、実はヨガのインス、前回話したかな？ヨガのインストラクターの資格をね、取ったんですね。引退してから。まあ、その中でなんかもう瞑想とかマインドフルネスとかやっぱメンタル的な面に惹かれる部分がすごくあったので、メンタルトレーナーの資格も取って、なんか自分はサッカーにもし関わるのであればそういうメンタル面でのサポートをしたいなっていうのをすごい思ったんですよ。で、まあ、自分自身も、上手い選手じゃなかったからもう気持ちで結構乗り越えてきた部分もあるし、毎日サッカーノートとか日記とか書いてたりとかして、自分のと向き合うことの大切さをすごく痛感してて、ね、それで良かったこともたくさんあるし、なんか逆に今思えばあこうしとけばよかったなって思うこととかもすごくあって、出れてる時間がずっとだったわけじゃないし、やっぱ出れない時間も長くあって、まあ、苦労もしたし、まあ、けどその代表にも一回呼んでもらって、なんかそれで逆に苦しかった部分とか、なんかそういう自分の中で葛藤みたいなのがあったんですね。だからなんかそうやってよりいろんな立場を経験してるから、なんかそこでの共感はなんか他の人よりはできるのかなっていうのがあって、そう、同じように自分が悩んでたような感じで悩んでる子がいるんだったら何か助けになれればいいなっていうので、まあ、今はまだ全然本当に仕事にできてるっていうレベルじゃないんですけど、まあ、チームとか大学とか高校とかにセミナーに行かせてもらったりとか、個人を少しサポートさせてもらったりとか、なんかそんな感じで少しずつやっています、はい、これは本当に自分が今やりたいことだなって思っていて、トレーナーっていうよりなんかコーチングかなみたいな、そう、なんかこうすればいいよっていうことじゃなくて、やっぱ自分と向き合っていく、自分がどう思ってるのかっていうことの方がすごく大事だから、なんかそこに導いていく方がなんかいいのかなとか思っていて、自分の目標を達成するためにじゃあ今何しなきゃいけないかとか、そう、本当の自分の目標って何なんだろうって一緒に考えたりとか、なんかそういうのにコーチって必要だなって、やっぱ一人で頑張るよりも二人で頑張った方がいいじゃないですか。そうそうそう、なんか自分自身もやっぱなかなか相談できなかったりとか、もっと話聞いて欲しかったなとか、一緒に頑張る人が欲しかったなっていうのがすごいあるので、なんかちょっと遠いところにいる第三者として一緒に頑張れる存在でありたいなとか思ってて、だからこれもやっぱり自分自身にも使えるし、学んだことって自分の成長にもつながっていくし、まあ、人の人生に大きく関わることなので、そう、これをやっていきたいなっていうふうに思ってます。で、4つ目ですね。4つ目はイベントですね。なんかもうありがたいことにサッカーイベントだったりとか、今までの関係性で行かせてもらったり、あとサッカースクールとかはお仕事として依頼を受けてやらせてもらってるっていう感じで、サッカー一生懸命やっててよかったなっていうのはめっちゃ思いますね。なので今はその4つで生計を立ててるっていう感じで、まあ、その何が言いたいかっていうと、前回言ったみたいに自分がこうありたいって、こういう仕事がしたいとか、こういう人でありたいとか、こうしていきたいっていうのが定まれば、それに当てはまる仕事ってたくさんあるんですよ。これになりたいってもう思ってる人は別にそれはそれでいいと思うんですけど、そうじゃない人はどうやって生きていきたいとか、自分は何を、どんな人になりたいかとか、なんかそれだけが定まれば、それに被る職業って知らないだけでたくさんあるよっていうこと。なんかスタバも趣味みたいな、自分、働いてる自分が好きみたいな感じではあるんですけど、もちろん。でも、スタバの理念として、サードプレイスっていうところを売りにしていて、で、一杯のコーヒーでその人の特別な一日をっていう、のがあって、それにすごい、ああなんか自分がやりたいことだって、なんて言うんだろう、人に、ね、何か影響を与えたり
キン日だったなって思ってもらえる接客がしたいなってすごい思うし、全部つながってるなみたいな、なんかちょっとスピリチュアル系な感じになっちゃうんだけど、だから自分を知ることってすごく大事。うん、ちょっと前回の動画の続きみたいな感じにはなるんだけど、今はそれをすごく痛感してますね。なんかそこが分かれば、自分が何が一番大事にしたいかっていう優先順位とかもやっぱ決まってくるんですよ。例えばお金、やりがい、家族、友達、遊びとか。そう、だから私はお金じゃなくてもうやりがいだなって、まあ、その次に多分家族が来て、自分の場合はめっちゃ家族が大事で、もう家族のためにお金を使いたい、なんか今までやってもらったことを自分はすごい返したいっていう思いがすごい強すぎて、で、まあ、その次にお金、だからまあお金と家族はちょっとなんだろうな、どっちだろうって感じではあるけど、その優先順位が分かれば、お金がこんだけしかもらえないって言われても、それがやりたいことなのであればやってみるべきだなって思うし、それを極めていけばお金は後からついてくるものなんじゃないかなってすごい思ってて、まあ、最初ね、そのお金の不安があるときは、いやお金もらえないんだったらとか、いややりたいけど無償だったらとか、なんかそういう風に思ってたけど、もうとにかくやりたいことはただ、最初はもうただだったとしても経験としてやらせてくださいっていう、そうそう、なんかそれがどんどん積み重なっていけば、いやもう自分自身も、まあ、経験も積んだし、まあ、プロとして次はお金もらってやりますよって自信持って言えるみたいな、うん、なんか全部すごい積み重ねだなってすごい思うし、そう、ちょっと話脱線しちゃったんですけど、まあ、とにかく自分が何が大事にしたいかとか、なんかそういう自分がどう思ってるかっていうことを考えて、自分でそれを知っておく、なんかそれを何かあった時の選択の考える基準にすること、もうそれだけで結構豊かさマックスって感じ。うん、いろんなラッキーがこぼれてきたりとか、すごいもういい循環に乗っていける感じがする。まあ、もっとまだ言いたいことあるんだけど、また次の動画でお話しさせていただこうと思います。ね、ちょっと伝わったかわからないんですけどね、また。そうけど、まあこれでなんかな、誰かのね、本当な何かになればなってめっちゃ思ってるんで、うん、みんな頑張ろう。まあ休みながらぼちぼち頑張っていきましょう。ということで、じゃあねー。